今治市と今治海上保安部が環境学習や防災、地域の活性化など幅広い分野に関する包括連携協定を締結しました締結式には徳永茂樹今治市長と山本はじめ今治海上保安部長が出席しましたはじめに山本今治海上保安部長が海の安心・安全や 防災などについて市民の理解を深めるほか地域ニーズに対して迅速かつ適切な対応をしていきたいと挨拶続いて徳永市長が今治港開港101年目の旅立ちにふさわしい協定が締結できたしっかりと連携してさまざまな諸課題に備えたいと述べました。して 協定書に署名して協定を締結しましたこの協定は市民に海に関心を持ってもらうとともに地域社会の発展と市民サービスの向上を図ろうと結ばれたものです連携する内容はキャリアや職業教育の充実に関すること,と環境学習と環境保全活動に関すること 地域の安全・安心や防災力向上に関すること、その他、地域の活性化の推進に関することの4項目です。具体的には、市内の全小中学校を対象にした巡視艇の乗船体験や海の環境学習をはじめ、災害を想定した訓練や沿岸の清掃活動などに協力して取り組みます。 今後、今治市と共同で連携させていただきまして今治市民の方々に海のことをよく知っていただいたりまたあのよく考えていただくような取り組みをいろいろと今治市と検討していきたいと思っております。